こんにちは。今日も NCT23 名を一人ずつ占っていきます。この企画、11月の中旬から始まりまして、ニューアルバムの発売日12月14日前に終わると、23人一人ずつ毎日占うということで行っています。今日は天を占います。天以外にはすでに占ったメンバーがいますので、興味がある方はぜひそちらもご覧ください。天を占えば占うほどいろんな面がある人だなっていうことで、本当に深いというか、こういう人ですと一言では言えないと思うんですけれども、じゃあそんな天の前世は何だったのかっていうことを鑑定してみました。そうしましたら、過去世では社長というか自分で会社をやっていた、または自分で何か商売をしていたっていうことで独立していますね。結構大きな規模で商売をしていたという感じです。自分が社長経営者になって、いろいろな人を使って働いていたっていう感じなので、やはり人に使われていた人ではないということですね。現在の天も経営者の器で、人の上に立つ器と言ってもいいと思います。非常に気が強いというか芯が強くて、人のことを率いるトップに立つような方なんですね。決してその他大勢というのではなくて、自分一人で何かをしたい、人の上に立ちたいっていう気持ちが非常に強い方です。また気が強いっていうのはちょっと違って、芯が強いんですね。いざという時に強い性格と言えると思います。普段は優しくて人に対して献身的に尽くすっていう面もあるんですけれども、いざという時に自分の強さを発揮する、いざという時には信念を絶対に曲げないと、普段はふわふわしているような不思議ちゃんなところがあるんですけれども、ここと決めたことに対しては絶対に譲らないというような芯の強さを持っています。ここは過去世から引き継いでいる長所なのではないでしょうか。ただ今までに NCT のこのような一員として地位を得て成功している点なんですけれども、じゃあ迷いがなかったのかっていうと、そんなこともなくて、やはり有名になりたいですとか、このパフォーマーとして頑張って成功したいっていう気持ちは非常にあったとは思いますが、自分のそのような成功したいという意思と、でもやっぱり寂しいですとか、タイから離れて韓国で住んで一人で頑張ってきたわけですから、やっぱり葛藤っていうのは相当あったと思います。しかし短期的な目線ではなくて、長期的な計画で成功したいっていう方を選んで、自分の意思が勝ったと。短期的な欲求よりも長期的な欲求が勝ったと。やっぱりそういうところでも非常に意思が強いんですね。勇気がある方と言えると思います。またいざとなったら大胆不敵な行動が取れる、普通の人が怖くてできないような行動を率先してすることができる、そういう方です。また先天的にエネルギーにあふれていて、エネルギッシュなので、やっぱりそういう点でも成功できる方なんですね。またもともと一攫千金を狙うっていうところがあります。ですから成功するためには賭けに出ることができる、リスクを取って賭けに出ることができるので、失敗することもあるんですけれども、やはり成功する確率も高まると言えると思います。そのような興奮というか、ワクワクドキドキっていうのが好きなんですね。人生においてそのように成功にかけて自分を試してみたいっていう気持ちが強いですから、ドキドキしていないと面白くないと、ドキドキするのが人生だっていうふうに思っている節があります。エネルギーがとてもある方なので、じゃあ性欲もすごくあるのかっていうと、別にそうでもないんですよね。それはちょっと直結していないというか、だいたいエネルギーがものすごくある方っていうのは性欲もあるんですが、天もないとは言えません。あるんですが、ちゃんとあるんですけれども、じゃあかといってものすごい卓越しているのか、欲求が止められないというか、相当欲求があるのかっていうと、そうでもないんですよね。社会においてこれだけの行動力、大胆不適さ、そして枯渇しないエネルギーっていうものを持っているので、その性欲の方も相当なのかなって
ていうふうに想像するとそれほどでもないと、そういうふうに言えると思います。ただ恋愛においては恋愛遍歴を繰り返すというか、いろいろな人と恋愛してしまうような、そういうところもあると思います。これは何回も別の動画でも言っているんですけれども、女性から積極的に来られると断れないっていうところがあるんですね。なので恋愛遍歴を繰り返す、そういうところがあります。ちょっと悪く言うと浮気症って言ってもいいかもしれません。浮気症と言い切ってしまうのはかわいそうなんですけれども、本人は浮気をしているつもりは全くないんですが、積極的に来た女性を断るのがかわいそうと思って、断ったら悪いと思って、ふと手助けのつもりで、親切のつもりで付き合ったら、それが結果的には浮気になっていたっていうことです。またもともと天は女性から見て性的魅力があるというか、色っぽいんですね。官能的な存在って言っていいと思います。それはもう天の動画を見たりしていればわかるんですけれども、やっぱり異性から見て性的魅力があって、なんかこの人とこの人を見ていると変な気分になるですとか、ムラムラするですとか、これはちょっと言い方がストレートですけれども、そういう感じなんですね。女性から見て色気を感じてしまって、女性が天と一緒にいるとつい変な気分になってしまう。そしてそうなった時に天は断れないっていうことなので、必然的にやっぱり浮気のようなことになってしまうっていう傾向があります。これは本人が意識してそうしてるんではなくて、生まれつきもうそういう人なんですね。そういうオーラを放っているというか、そういうものを無意識に放っていると言えると思います。ですからやっぱり自分を律する力というか、気をつけていないと大変なことに後からなりますよね。自分が気をつけて誰でも彼でも受け入れるっていうのではなくて、きちんとこの人だったら大丈夫、この人はなんか怪しいですとか、そういうふうにしていかないと、モテるがゆえに大変なことになってしまいます。このような点なんですけれども、自分の欲望を抑えられないような、自分を律する力がないのかっていうと、全然そんなことはなくて、基本的に安定した感情を持っています。感情にそんなに波がないというか、やはり自分を律する力ですとか、変な方向に行かないっていう、そういう精神面の強さっていうのもちゃんとありますね。あとは性格が基本的に楽観的です。やはり自分の実家が大金持ちっていうことで、恵まれた生まれっていうふうにも言えますし、そういうところでもともと成功者として生まれているっていうところもありますし、性格が楽観的で、相手に対して他人に対して寛大です。そして誠実なところっていうのがあるので、人間関係では恵まれるというか、有力者からの援助があったり、人から助けられるっていうところがあります。なので人間関係においても、人生全般においても、幸運な人、そしてもちろん実力もあり、運も良いと、そういうふうに言えると思います。気をつけることがあるとするならば、野心がありすぎるっていうところが注意ですね。成功したいっていう気持ちがあって、それに向けて頑張るのは基本的には良いことなんですけれども、自己顕示欲が強くなってしまう時があるかもしれません。いつもではないんですけれども、自分が自分がという感じで目立ちたいと、そういう気持ちが強くなってしまう時が時々ある。そして野心がすごすぎるというか、あまりにもものすごい成功を一気に望んでしまうというか、そういうところがあって、それが出すぎるとちょっと注意ということになります。このように思ってしまうのは天が悪いわけではなくて、もともと生まれつきの性格ですので、しょうがないんですね。ですからそれは自分を責める必要はないんですけれども、あまりにも大それた野心を描いていると、それはそもそも叶うのがすぐには難しいので、失望するっていうことになってしまいますし、自己顕示欲がありすぎると周りの人のことを蹴落とすというか、天は蹴落とすような人ではないと思いますが、周りから煙たがられるっていうことになったり、成功したい気持ちは必要ですが、程度問題ということになります。天は恋愛において基本的には女性にとても尽くす人で、
自分が犠牲になっても相手に喜んでもらいたいっていうところがあったり、非常に天の恋人になったり奥さんになる方は幸せだと思うんですね。ですが、ここで勝手に天の恋愛がこれからもっとうまくいくためにはどうすればいいかっていうことを鑑定してみます。なぜかというと、こういう人には幸せになってほしいなと思うからです。天を見ていると幸せになれるでしょうし、こういう性格なので幸せになってほしいなと思うわけですね。またやっぱり自分のこの方の天の人生にとっては女性が近くにいた方がいいというか、甘えん坊なところがありますし、人が近くにいて喋っていたいですとか、そういう気持ちは強い方なので、どのような恋愛をしていったらいいのかっていうことを鑑定します。はい、結果としては恋愛のことについて占ってみたんですが、全然恋愛に対する答えが出ないで、それよりも仕事のことが出ましたね。なので今の天にとって恋愛っていうのは優先順位の上の方ではなくて、やはり仕事命って言っていいんでしょうか。全然恋愛っていうのが見えないですね。むしろ頑張って仕事をしたいですとか、物質的に安定したい、富を得たいですとか、地に足をつけて仕事を生活を頑張りたいっていう感じなんですね。全くもって色気づいた話がないというか、恋愛の方に向いていません。とにかく今は恋愛ですとか結婚ですとか、そういうことよりも自分の仕事を着実にやることだと、仕事これからのキャリアにおいて地固めをしている最中と、そういうふうに本当に言えるんでしょうね。相当の決意で仕事をしていて、今まで通り努力を継続していきますし、そしてそれが引いては自分の地位の継続ですとか、揺るぎない地位を得ることができる。とにかく仕事において安定を求めている、頑張っているっていうのが言えると思います。今までのこれからの自分の地位も引き続き守っていきたいという、そういう気持ちが強いようです。それでもあえて恋愛について占ってみましたら、もし恋人ですとか大切な人ができた場合、独占欲に注意と出ています。そこまで無理して独占欲を持たなくても、相手からはちゃんと愛されますし、逆に独占欲を持ちすぎることで相手の気持ちを縛ってしまって、そしてあまり相手が天のことを、天のありがたみっていうのがわからないっていう方向に行くかもしれませんので、逆に時々離れたり、あえて離れてみたりっていうことが必要になるかもしれません。一人の時間、各自の時間を過ごすっていうことですね。独占欲をあまり持たずに、あえて離れてみる、自分の時間を楽しむ、それくらいの方が恋愛がうまくいくと出ています。今日は天を占ってみましたが、明日はヘンドリーです。明日もよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。